はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、わー、スマホとか、あとはデスクワークをしてるときに大体の方がね、肩が内側に入ってしまって猫背になってですね、姿勢が悪くなってしまいます。そうなるとですね、胸の筋肉がちょっと縮まった状態になってしまって、肺があんまり広がらなくてです、呼吸が浅くなってしまいます。なので今回はその呼吸が浅くなった状態をしっかりね、胸をストレッチして呼吸を広くする方法を紹介しようと思います。用意するものはですね、まずストレッチポール、これはね用意してもらいたいです。そしてあとはバーベルがあった方がより大胸筋小胸筋が広がります。なのでこの2つができれば、ある方は今すぐにでも一緒にやってください。では行きましょう。はい、まずですね、ストレッチポールっていうのは短いのでしっかり下にお尻をつけます。で、寝っ転がりましょう。はい、そしたらですね、まず胸の筋肉がどれぐらい縮まってしまっているかをチェックします。まず手を前に伸ばして、肘を少し曲げて、このまま横に広げてみましょう。これでですね、両方とも肘が床につくよっていう方は意外とね、呼吸がしっかりできてます。で、全然ね、真横ぐらいまでしか肘がいかないよっていう人はもうちょっとね、呼吸が浅くなって自律神経が乱れやすい状態になってます。なので今回はこのままだとですね、広がりにくいんで、重りを持ってもらって、まず手を伸ばして曲げて、このまま広げます。できるだけ力を抜きましょう。足は肩幅で床につけます。これでですね、しっかり大きく息を吸います。で、吐きましょう。ふーっと吐きます。大きく息を吸った時に肺が広がりますんで、その時に大胸筋小胸筋がしっかり引っ張られます。なのでしっかり大きく息を吸いましょう。大きく吸ったら息を吐きます。上半身はリラックスしましょう。で、重りはですね、軽く手のひらを広げて力を抜いていきましょう。この状態で 1,2 分リラックスして呼吸しましょう。そしたらですね、手を上げたり下げたりしてですね、肘が上がってしまう位置があります。その位置でまた止めて普通通りに呼吸をしてください。はい、お疲れでした。今みたいにですね、肘を曲げて胸のストレッチができているかどうかというのを調べながらですね、ストレッチをしてみてください。で、これをですね、いろんな肘の位置を変えて浮いてしまう位置っていうのがまだあるので、そこでまた止まってですね、普通通りリラックスしてください。で、肘がですね、床につくようになってくると、もうしっかりね、息吸ったらしっかり空気入ってきますんで、今みたいにスマホをいつも使って姿勢が悪くなっている人、デスクワークの人、そういった方にはね、ぜひやってもらいたいストレッチであります。ということで、しっかり呼吸が広がったよって方はぜひコメントください。で、ストレッチポール持ってない方は説明欄にリンク貼っときますんで、ぜひ見てください。今日もご視聴ありがとうございました。